を入れてしまったので、はい、ということで、はい、ということはその歌いたかったと思います。いやいや、歌いたかった。これもこれと違うかどうか、はい、ありがとうございます。ジャニーギターです。ジャニーギターです。1名半もの曲じゃなかったよ。それは次です。出し始めて、はい、1年半後、はい、それでは岡崎さん、うん、何やった、うん、何やった。じゃあさ、もう練習じゃなくてね、まあ、練習じゃなくて、練習じゃない、もう歌いたい曲、練習は終わり。一曲ね、ちょっと持ってきたの。お、あのね、泣かないですよ。あ、はい、はい、いいですね。いつもね、歌ってくれないのよ、伴奏ばっかりだから。あ、ね、うん、あ、楽しく歌うね。なるほど。これほら、純子さんならね、弾けると思ってね、うん、さっきの彼女がさ、ああいう歌好きだったから、ね、はい、好みがね、来てるね、好みがね、来てる、好みが来てる、あ、こういう歌か、こういう歌か、泣かないでってね、泣きなした、和田ひろしと泣きなした、うん、ちょっとね、普段歌わせてくれないからちょっとやってみます。これ、テレビでもやってるってことですか。そう、そう、ね、でもそういう感じのあれイメージ的に、そうでしょ、見えないよ。Oh,
スやってる場合じゃないよね。自分で歌った方がいいよね。一番上手、何人か聞いたけど。何人か聞いたけど、岡田さんやっぱ上手。他の人ばっかりやってて、ね、覚えちゃえるのよ。自分の歌だよ、これ。さあ、しげじい様。しげじい様。しげじい様やばいよね、もう。恥ずかしいね、人は。お忙しいからね、もうサークルもね、本当にサボってばっかりですよね。サボってばっかりですよね。そういうのを歌えるんですよね、すごいんですよ。なんか大変覚えないし。アフラの方が良かったんだよ。覚えてないからまだ。
縦に起こってくる。ありがとうございます。 F 教授ね、ありがとうございます。はい、それでは和子さん。はい、はい、あれ、他の人さっき言ったように安倍さんで、安倍さんで上がないのかね、好きなのがあるかですよ、うん、いつも取られちゃうから、うん、みんな歌いたい、そうそうそう、みんな歌いたい、その通り、その通りに行けたらいいんですよ、行けたら、はい、そういう時が見て電話かけしてくれたらいいかもしれない。そうなんです、消えちゃうんです、気をつけてください。はい、はい、やってないです。
いいでしょ。感動した。感動しました。だけど、この歌は渡辺さん、渡辺さんが歌うので、先生の前で。先生の前では歌えない。先生来たんですよね、指揮者とか高尾さんとかね。